先生、チオリに合う星4武器は何ですか？チオリに合う、あーはい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 、チオリに合う星4武器ね。え、チオリは今んとこ、え、元素スキルで、たもとを設置するスキルがメインのキャラクターね。で、スキルのダメージも爆発のダメージも攻撃力と防御力を使います。な、何が合うんだいやいや、チオリに合う武器ちょっと考えるか一緒に。なんか一応出てたよね。あ、ローガはまあチオリに合うんじゃない？回心率上がってスキル爆発バフで、ローガはチオリにまあやっぱ合うでしょうね。あとは何が合う？シナバー？シナバーはなんかケースバイケースだな。あれ、なんかでもなんかチオリもなんかシナバースピンドルなんか地味に合いそうで、なんかちょっと怖いな、うん、バージョン 2.3 イベントやってた人限定のシナバーもなんかチオリに合うかもですね。ローガ、シナバー、他なんかある？固有、忍ぶの元素スキルのクールタイムによってはサイレンももしかしたら合うかもしれません。あ、ちょっとまあでもローガかな。で、あと星3だったら黎明の真剣かな。あ、まああと清風もね全然合うと思います。あの防御力でダメージ決まるんで、うーん、まあ今んとこ予想はローガ、シナバースピンドル、腐食どうだろうね。原茶大事かな。あんま原茶大事じゃなさそうなんだよな。まあローガとシナバーかな。星4だったらローガとシナバー、星3だったら黎明あたりじゃないですか、チオリに合う武器、うん、サンドルは、サンドルもまあまあまあ腐食と同じ理論だね。まあし、そうね、チオリがめちゃくちゃ元素スキルにダメージ依存するキャラ、まあ、チオリって元素スキルでタモト、タモトっていう人形を召喚して、こいつはスキル設置型で自動的にずっと岩元素攻撃してくれるし、でさらにこういうテンプでね、スキル使ってからもう一回スキル使うとキャラチェンジして、折り錦を発動させて8秒間ね、めちゃくちゃなんかスキルダメージ出るんだよね。8秒間タモトがねめっちゃ連携してくれて、かなりスキルダメージ出ます。これによって、これスキルダメージ扱いなんで、これがめちゃくちゃ強かったりしたら腐食と、腐食の剣スキルにバフかかる、腐食とかサンドルは評価上がるだろうね。まあちょっと来てみないと分かんないな、な感じです。まあちょっと火力、スキルの火力見てみないとなんともだな。あとクールタイムと、な感じです。質問です。アルハイゼンナヒーダは熟知換算でいいのでしょうか。ネルメロ大好き。生物のスコアの話かそれね、むずいんよな原神のスコア計算を作ったのは私も関わってます。で、生物のスコア計算を広めたのは、まあ、間違いなく私は噛んでるね。てか、そう、生物スコア計算作ったうちの一人だと思ってるんだ自分も。で、その時は元素熟知とかあんま見向きもされてなくてさ、まあ大事ではあったんだけどね、妖怪蒸発するなら。まあだけどやっぱり、まあとにかく回心率、回心ダメージが大事で、でその時はね、 HP 使ってダメージ出すキャラもいなかったからな。バージョン 1.1 とか 1.0 の話だから、うん、HP でダメージアップする勝利先生もいなかったしね、うん、でも回心率と回心ダメージと攻撃だけでスコア決めちゃったんだよね。で、それから、で、それバージョン 1.1 の大昔の話だから、そう、なんかイエランとかね、まあ、イエランとかが来て HP 使うキャラが来たり、まあ、ティナリとかセノとかアルハイゼンとか熟知使うキャラが来て、ちょっとスコア計算っていうのもね、ちょっと変わってきちゃってるんだよな一応ね、まあいろいろあって、まあ回心率2倍、回心ダメージ等倍はそのままでいいんだけど、熟知をなんか4分の1で足し算するみたいな、そういう考え方はあったりするんだけど、どうなんすかねって感じ。なんかさ、やっぱ回心率、回心ダメージの価値ってめちゃくちゃ高いんよ。回心率上げられるキャラってフータオとかロサリアぐらいしかいないし、回心ダメージ上げられるのだってね、ファルザンの貫突とか九条の貫突とか結構大変じゃん。そう、率ダメの価値が非常に高い。で、熟知は別にナヒダの領域展開もそうだし、あとなんか熟知上げる効果って結構安売りされてるよね。安売りってほどでもないけど、共感用セットで熟知120稼げたり、終焉弓でね、簡単に熟知200チーム全員に配れたりとかね、しちゃうからね。0.25 倍でもちょっと高いのかなと思います。うん、あとね、キャラの武器にもよるんだよな。うん。マジでね。例えば、ただの普通のセノ、
白栄荘とかのセノに比べて、なんか関さの杖とかね、熟知の分だけダメージアップスとか攻撃力上がる関さの杖とか、アルハイゼンのモチーフ武器、水耕も熟知があればダメージアップするよね。で、狩人の道も熟知があればダメージアップするよね。なんか熟知をね、よりなんかに変換してくれる効果がある時ってより熟知の価値って上がるんよ。もうスコア計算、正直熟知をどう換算していいかっていうのはキャラクターごとに変わるし、持ってる武器によってももはや変わってしまう。だからもう知りません。まあやるなら 0.25 倍とかかな。だけど、まあ、正直会心率会心ダメージ以外は私は今スコアに入れてないですね。わかんないしね。なんかいろんなんか例外なルールが増えすぎるとちょっとそれもそれで違うから、まあ、なんかトランプで大富豪でいうなんか10捨てとか7渡しとか5切りとか8流しみたいな、なんかそういう感じのルールだと思ってるわ。熟知換算とか H、 まあ HP 換算全然いいけどね。じゃあ上から2人ポンポン、アマオユ、これで入ってこれるかな。じゃあちょっとパスポートチェックしますね。パスポートチェック。なんかすごいプロフィールやったな今。いやいや、瀬戸様、ダイマハトラ様、いや瀬戸様、はい。おお、感動してる。武器赤砂精錬後、ああガチ勢だ、あートリプルクラウンだ、あ素晴らしい。で白術と合わせている、うん、これプラスですね。ユウさん、ガチャ金、パスポートチェック。いや赤砂精錬後で瀬戸貫突やん。あ、トリプルクラウンや。あ、やっぱ背の好きな人ってやっぱやるよね、それが、そこまで。よっしゃ、じゃあちょ、パスポートチェックできた。さ、行くぜ。行きました。おー、すごい。背の二人がここで待機して、選ばれた Q さんは、コーギーの真正面にいる。なんかかっこいい。おー。じゃあ始めようか。すげえ、なんか決闘みたい。まあ私は草元素つけるだけですけどね。はい、爆発まだエネルギー溜まってねえけど、いけー。あ、めっちゃワイ狙うやん。これこそが知恵の伝道。何歩出てる。26000。あー、やっぱ見てて気持ちいいな。42000。はい、でそう、コーギーは一回体力削ってもまた回復してくるからね。マークも回復よ。で、まあ、セノは、あ、エネルギー足りてるかな。あー、そっか。セノ、敵短期だとエネルギー足りねえわ。あ、オッケー、また、ナイスナイス。ちゃんとゲンチャ漏れてるな。そう。敵がボス単体だとね、倒してもらえる元素粒子がちょっと少ないから、ゲンチャ結構回りづらかったりするんやけど、ちゃんとエネルギー持ってる。えら。えらい。ナイス。やるやん。やるやんと、上から目線で。Q さんのは、ビルド見ますか。背のガチ勢のビルド見れるよ。見るで。武器赤さやろ。で、生物金メキ4やろ。で、貫突ですと。うん。で、赤さは精錬1。で、生物金メキ4で、じゃん。おー、会心ダメ、ぶっぱ熟知付き。いいね。赤さで会心率めっちゃ上がりますからね。会心率 44.1 ですから。スコア的に言えば、弱水とか、ヌビレットのクオン・ルテンの対転と同じぐらい回心めっちゃ上がる。うん。羽。あ、そうそう、こういう、背の、こういうビルドになるねんな。スコア 33.4 で、まあ、熟知多め。うん。そう、まあ、これは、やっぱり赤さの杖が、回心めっちゃ支えてくれるし、まあ、熟知を攻撃力に変えてくれるってのが嬉しくてね。うん。こういう熟知伸びを使います。回心少なくてもね、結構あるね。OK、これ、原茶じゃない？あ、原茶じゃないんだ。熟知時計。会心ダメ、原茶。うん。そう、セノはこういうの使う。雷バフで、27.2、熟知44。ほう。全然いいね。冠が、え？よう原茶回ったな。マジか。熟知多めやね。原茶 114% や。よう、それでも、ほんとな。結構セノが、原茶きついんやけどね。うん。いいね。ちょっと私が使ってるセノよりも熟知高いんで、より火力、爆発、だからまあ、フィッシュルとか、八重巫女とかに雷元素粒子作ってもらって回す感じかな。あと、清風とか。もうちょい原茶あった方が回しやすいとは思うねんけど、火力はこっちの方が出るので、4万とか出てたね。いいと思います。結局爆発回ってたもんな。
で貫突テンプレベルトリプルクラウン。素晴らしい素晴らしい、いいっすね。ありがとうキムさん、ナイス、やるやん。じゃあ次ユウさん行こうか。来たここで耐久してで準備できた人はここに来て、じゃあ0時にするわ。ちょっと待ってやん、やっぱ強化状態じゃないとな、うん、あ雷共鳴でかいね。確かに雷元素共鳴で雷元素粒子が一つ多く出んのか、5秒に一度。確かにでかい、めっちゃでかいかも。雷共鳴なかったら回ってなかったかもしれない。じゃあ行ってこい。マークつけて領域展開。私のお家にいらっしゃい。降伏しろ。勝利をして、いいダメージ出てるね。会心率高え。これが貫突せのね、衝撃波が通常攻撃で出てるでしょ。うん、つえー、そう、一発は2万、でも2万6000とか2万7000がこの粒々の数でいっぱい大量に出るのがね、セノのやべえ点なんよね。おい回復したるぜ。3万4000出て避けて、あ気持ちいいナイス素晴らしい。もう一回やるやんと、やるやんと言わせてもらって、え、ユウさんやね。やっぱりねセノは二突してるともうダメバフめっちゃ稼げるんで、武器もモチーフ武器赤さ赤さ赤さの杖で、生物はまあ金メキ4、あ金メキ4じゃないんだ、全然ありだよ。え武器赤さで、まあ、生物セノは金メキ4がベストだとは思うけど、あまあそっか今パ今そっか今パーティーがセノセノセノナヒだから金メッキ4じゃない方がいいのか。そっかそうだねあの金メッキ4はね、自分と同じ元素のキャラが多いと攻撃力が上がっちゃうんだよね。まあ攻撃力でもいいんだけど、そうやな確かに今セノセノセノだから確かに金メッキ4である必要がねえわ、うん、全然いいわ。楽園絶縁で、絶縁で原茶稼いで熟知あげる、うん、見てこう、あ強いね 39.6 攻撃力もまあ入れてもいいけど熟知もあります。あね 38.8 すごいね。楽園2セットか、放浪者が回ってた分かな、時計が、あ原茶時計、うん、私はセノを使うときは原茶でもいいのかなと思います。使用率後でチェックしてみようか。 38.8 熟知、コップが雷バフ、うんうん、あそう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 、こういうパッと見さこの生物さ外れじゃん、スコア 17.1 で熟知飲みまくっててパッと見外れなんだけど、セノにとっては全然外れじゃないんだよね。そうモチーフ武器で回心めっちゃ稼げるから、なんなら熟知伸びてる分嬉しいみたいな。冠が 20.2 原茶強いんじゃない、攻撃力あるし、まあ、熟知も、まあ、熟知もっと欲しいけどな、まあまあまあ。で率ダメ回心100、回心ダメ200、原茶184、すげえな。なんと私よりも原茶熱盛りにしてる。もうこれ爆発40族やな、ほぼ 1.8 倍速で溜まるからえぐいね、うん、まあちょっと熟知削って原茶ちょめっちゃ熱く見てますね、うん、まあほんまにセノは爆発ほんま重いし、爆発切れないとどうしようもないから、まあ、こんだけ原茶熱く持っちゃってもいいとは思うわ。で熟知はもっと欲しいかな、まあでもそこはまあ草共鳴なヒーだ、割と略術でどうしようもに、どうにでもなるからいいと思います。いいんじゃない、そうセノ使うならこれぐらいね熱く持ってもいいわ。貫突テンプレベルトリプルクラウン、いいですね。やっぱセノ使ってる人は現地熱く盛るよね。緊張してきました、手がもう震える。オッケー、じゃあ魔王行こう。あもう準備できてる、さあ行こう。よいしょ行ってこい。何ダメージ出てるかちょっと数えたい、ちゃんと5万出てて、5万9000と1万6000の衝撃波3本やろ、で1本は激化出てるやろ、で10万、スキル一発で12万ぐらい出てるんか、やばいな。でも、ま、私前出る必要ないな、うん、でみんな原茶たまらないっていうね。しかもおナイスナイスナイス、はい一件落着と、
いや、ちょ、天王さんめっちゃ火力出てたから、見よう。一体どういうビルドなんだろう。いや、いや、瀬野様。攻撃力1261。まあ、セキサですからね。モチーフ武器ですから、熟知があればあるほど火力出ます。精錬ランクは5。星座貫突。エンプレベルは、トリプルクラウン。ちょっと生物見るか。生物めちゃくちゃ強いんじゃない？金メッキ4で。場の雰囲気を和らげたい時があるんだが、やっぱ生物の違いか。46.7、原茶 4.5。 はいはいはい、これいいね。羽、いや、そう、セノはこういうので強いのよ。スコア35あるし、まずで熟知37ね。時計原茶かな、熟知かな。熟知時計スコア 48.2、 原茶 5.2。 やば、48で熟知時計。熟知時計 10% でしかドロップしないのに、それで48で原茶付きか。やべえな。これコップ。雷バフ。雷バフ 33.4、 原茶 14.2。 はい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 、これコップもやべえな。セノは原茶欲しいからね。これも神生物。冠は、冠が28で、まあ、攻撃回せの、まあ、使わなくもないしね、まあ、入れたら 36.2 だ。で、熟知使う、原茶使う。やば、同じ背の貫突でも、生物の質が違うとこうも変わるんや。やっぱ、善悪は原神って生物厳選大事なんだな。すごいな。え、これすごいよ、ステータス。率9。率94。ダメ250。見たことない、こんな。原茶130やろ。130あれば、まあ、そうね、パーティー、なんか敵がいっぱい出てきたら敵倒した分エネルギーもらえるし、まあ、雷共鳴あれば回るし、まあ、フィッシュルいたりしたらなおさら安定だよね。全然いけない。130はいいと思う。熟知325やろ。やば。ちょっとセノの極みを見た。私より強いもん、こんなん。5万だよ。バックスキル一発で5万出て、衝撃波で1万60003本出て、うち一発激化だから10万出てるしね、スキル一発で。12万出てるしね、スキル一発で。やばいよ。どんなジョークで人が笑うか、俺には分からないんだ。お見それしました。恐れ入りました。ちょっと参りました。ちょっとセノの極みを見た。で、そんな極みのセノと一緒に使ってる白術だから、まあ、白術も、そういうね、まあ、星座。二突はするよね。そう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 。まあ、白術、セノの相棒は白術で、まあ、白術二突してるとすっげえいろいろ楽だから、まあ、そんぐらい行くよね、セノ好きなら。ちょっと恐れ入りました。生物、めっちゃ強いで、ね。やばいね。お二人とも強くて感動しました。大魔ハマトラ様目指して頑張ります。いや、いい、いいセノを見たわ。